はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10の標準ツールであるボイスレコーダーの使い方について説明していきます。はじめにボイスレコーダーの場所についてですが、デスクトップのスタートからですね、すべてのプログラムの一覧で下の方にですねスクロールしていくとボイスレコーダーというですね、アイコンがあるので、こちらをですねクリックします。そうするとこのようにですねボイスレコーダーが開きまして、最初のですね初回のこのボイスレコーダーの起動の時にマイクへのアクセス許可をしますかというですね、マイクの許可設定の画面が開きますので、こちらですねはいをクリックします。これでボイスレコーダーの設定のですね準備ができました。もしですねこの時マイクの許可設定が間違えて家の方ですね押してしまった場合は、このボイスレコーダーの画面の右下の方にですね点点点というですねアイコンがありまして、こちらを押していただくとメニューが表示されますので、ここからですねマイク設定をクリックしていただいて、そしてですねこのマイクのアクセス許可の設定画面で画面下の方にスクロールしていくと、ボイスレコーダーのマイク許可設定のですねオンオフのボタンがありますので、こちらですねオフになっている場合は一度クリック、左クリックをしていただいてオンにしてください。この状態になればボイスレコーダーのアプリにおいてマイクがですね使えるようになります。でここまで準備ができましたら、あとはですねこの中央にあるマイクのアイコンですね、こちらを一度クリックしていただくことでマイクの録音が開始されます。こんな感じですね。でここに、録音している時間が表示されることと、あとですねこのマイクに喋りかけている間、音声がですね入っている間というのは、この中央のボタンの枠ですね、この円の部分が今動いているのが分かるかと思うんですが、これが動いている間っていうのをマイクにですね反応があって、喋りかけている際はこの円が、このように動いてですね録音している声がですね入っていることが分かるようになっています。でもう一度ですねこの中央のボタンをクリックしていただくことで停止することができます。一時停止を行いたい場合は画面左下の縦の線ですね、こちらを押していただくことで一時停止させることができます。でもう一度クリックすると一時停止が解除されて、録音が再びされるようになります。で停止する際はこの中央のボタンですね、こちらをクリックしていただくと録音が停止されます。またですね録音した音声を確認するためにですね聞く場合は、この左側にですね録音の音声のですね一覧が表示されますので、こちらをですね一度クリックしていただくか、もしくはですねこの画面右側の方で対象のですね指定したレコーディングのこの音声ですねの再生ボタンが、右矢印ですね、右三角矢印で表示されますので、こちら一度クリックしていただくことで再生することができます。またですねこの録音した音声に関して簡単なですねトリミングを行うことができます。トリミングを行う場合は対象の録音の音声ですね、左側で選択した状態で画面右側にですねいくつかメニューが表示されるんですが、この中にですねトリミングというですねアイコンがあります。左から2番目ですねにトリミングというアイコンが出ますので、こちらですね一度クリックしていただくとトリミングの設定画面になりまして、再生されているこの上のですね青い点が今再生されているところですね、音声を確認するためにこの丸い青いアイコンでその場所の再生を聞いて、例えばトリミングしたい場合ですね、トリミングして切り取る場合はこの黒いところですね、どこの範囲で切り取るかということを設定します。なので例えば最初の10秒間いらないなっていう場合は、この10秒のところまで青いところで持っていって、こう分かるようにした状態で、ここまではいらないなと、ここから音声が入っていて聞きたいという場合は、この黒い点を合わせていただいて、そしてこのですね黒い点をその対象の場所までですねスクロールしていって合わせてあげます。ここから再生されるということになります。またですね終わりに関してもトリミングできますので、例えば終わりのですね残り5秒間はいらないという場合は、その場所ですね5秒手前まで切りたいという場合は、その場所まで左側にスクロールをしていって、これでトリミングを行います。ですのでこの状態であれば、この黒い点から、左側の黒い点から右側の黒い点の間にトリミングされて、この範囲で音が再生されるということになります。トリミングが決まりましたら、最後にですね、画面下にあるこのフロッピーのですねアイコンですね、こちら保存のアイコンになるので、こちらをですね一度クリックします。そうするとオリジナルを更新というものとコピーを保存という2つのですねメニューが表示されるんですが、これはですねどういうことかというと、オリジナルを更新というふうにやると、もともとレコーディングというですねこの音声を取っていたものを上書き保存して、このトリミングしたもので上書き保存させるということになります。で元のですね
ファイルを残しながら、このトリミングしたファイルも別でですね、保存したいという場合は、コピーを保存の方を選択してあげてください。ですので、今回ですね、オリジナル、この元々のファイル、トリミングする前のファイルを残しつつ、トリミングした後のファイルも保存したいという場合でやっていきますので、コピーを保存の方をですね、クリックします。そうすると、今トリミングして、この前後切った状態のファイルができました。これでトリミングが完了となります。この録音したファイルに関してですね、保存先というのは、画面右下の、点々点のところですね、こちら一度クリックしていただくと、メニューが表示されまして、こちらからですね、ファイルの場所を開くというですね、項目がありますので、こちらをクリックします。そうすると、このファイルがですね、音声のファイルが保存されている場所が開きますので、こちらからですね、コピーしたりとか、移動させるということができます。ただですね、このボイスレコーダーで録音していって保存される初期のですね、デフォルトの保存先というのは変えることができませんので、保存した後にですね、このデフォルトの保存先からコピーとか移動させるということになります。元々のファイルの保存先を変更することができないというところだけですね、注意してください。あとはですね、このレコーディングした、録音したですね、音声の名前などもですね、変更することできるんですが、変更する場合は、この対象の変更したいですね、ファイルを右クリック押していただいて、メニューから名前の変更ですね、こちらをクリックします。そしてですね、変更したい名前ですね、に、入力し直していただいて、そして名前の変更ボタンをクリックします。そうすると、今ですね、レコーディングという名前から録音という名前に変更されました。このようにですね、音声、録音の音声のファイルの名前を変更することができます。続いてですね、録音のボタンを押したのにもかかわらず、録音、マイクがですね、反応しないとか、音がですね、入っていかない、入らないという場合は、マイクのですね、設定を確認してみてください。で、マイクの設定を確認するには、画面、デスクトップ画面の右下にあるですね、このスピーカーのアイコンですね、こちらを右クリック押していただいて、メニューからサウンドの設定を開くですね、こちらをクリックします。そうすると、サウンドというですね、設定画面になりますので、こちらから入力の方ですね、入力と書かれている項目を確認してみてください。で、この入力デバイスを選択してくださいのところに選択されているデバイスがマイクということになります。ですので、こちらで複数ですね、選択できるものがある場合に関してですね、どれがどのマイクかとか、どれがどのデバイスかっていうものがわからない場合は、一つずつですね、選択していただいて、確認の方をしていただくのが一番いいかなと思います。ですので、複数ですね、いくつかある場合は、1個目をやって、もし反応しない場合は、2つ目を設定して、確認してみるという形でやっていただくのが一番いいかなと思います。で、ここでですね、選択したもので、マイクが入っているかどうか、音声が正しくですね、入力されているかどうかっていうのは、その下のマイクテストというところで、今ですね、このゲージ、青いゲージがこう触れているんですが、この状態はしっかりですね、声が入っていて、まあ、その、このゲージが動いているよということになるので、しっかりこうマイクが入っているということになります。なので、ここで、正しいものをですね、設定していただいて、そしてその状態でですね、もう一度このレコーディングの方で、音がしっかり入るかというのをですね、確認してみてください。あとですね、マイクをそう普段からですね、そこまで使ってない時に結構ですね、やってしまいがちなんですけども、マイクのですね、挿すプラグの位置をですね、間違えてしまっているということがですね、結構あります。で、マイクのプラグというのはですね、どこに挿すかっていうものは基本的に決まっていまして、色分けでですね、判断することができます。で、パソコンのですね、こう裏面、背面などですね、見ていただいたときに、プラグのですね、いくつもですね、プラグがあって、どれかわからないっていうことになりかねないんですけれども、基本的にですね、この写真見ていただくとわかるんですが、マイクに関してはピンク色がマイクの入力のプラグ、そしてイヤホンなどヘッドホン、イヤホンとかヘッドホンですね、に関してはこの黄緑色のものに挿すというのが基本的にこの原則として決まっています。なのでマイクのですね、挿しているところが例えば逆になっていて、この黄緑色に刺さっている場合はもちろんですね、マイクとして機能しませんので、マイクのですね、挿しているプラグをですね、もう一度確認していただいて、間違ってないかというところですね、もう一度確認の方してみてください。